ネプトゥーヌスネプトゥーヌスは、ローマ神話における海の神。妻は、サラーキア。長母院を省略して、ネプトゥーヌスもともとどのような神であったかは、よくわかっていないが、泉や河川、故障を司る水の神であったとされる。後に、ギリシア神話のポセイドオ,オーンと同一視され、馬の神としても崇拝されるようになったため、ローマ神話の馬の神コーンススとも同一視されるように、 なった。祭日、ネプトゥーナーアリアは7月23日であり、ローマ市民は木の枝で屋根を作り飲食を行った。他のローマの神同様、ネプトゥーヌスの神話は、ほとんどがポセイドオンのものである。ネプトゥーヌスネプトゥーヌスは、語源的に、ケルト神話のネフタンやインド神話、イラン神話のアパームなパートと関連性が指摘されており、 いずれも古いインドヨーロッパ語族系神話の水神に起源を有すると考えられている。音韻的にはいずれもインドヨーロッパ祖語のネプタノス、カエイチネパムネッポッツに遡ることが可能で、いずれも類似した構成の神話を持っている。水中に神聖な炎があり、この炎は手出しをしてはいけないか、または、穢れのない人物しか触ってはならなかった。しかしあるとき、 そういう資格を持たない人物が炎を手に入れようとして失敗した。炎の周りの水は溢れ出し、そこから河川が誕生した。エトルリアとのウェイイ戦争が行われていた時、ローマの南東2 0トルあたりにあるアルバヌス湖が突如水位を増し始めた。季節は秋で水が増える自然の要因は全く考えられなかった。7月23日、水かさはどんどん増していき、 ついには周りを取り囲む丘陵を破って大きな流れが、ぶどう畑や畑のある低地を進みながら、海の方へと進んでいった。元老院は、これが何かの予兆だと考え、デルポイに信託を図りに使者を出した。信託によると、この現象は、先祖代々のラテウム祭りをしきたり通りに行わなかったための怒りであり、アルバヌスの水は、元の川どこに押し戻すか、または、 運河や堀を作って、流れを整えよ、とのことだった。そこで、祭司たちは儀式を執行し、人々は運河を造営した。この伝説の中には、炎の要素は見当たらないが、比較神話学者のヤンプーベルは、ローマの歴史家、ティトスリウィウスがこの水の氾濫を止めたことを、イクスティング・ウィアーと表現していることに着目した。これは、リウィウスの時代。 通常は、炎を消すという意味で用いられた動詞だったからである。ただし最初にこの神話の類似を論じたジョルジュ・リュメジルは、この解釈は、弱いとして反論している。ギリシア神話においては、ダナオスの娘、アミウモーネーが水を探しに行った時サチュロスに、襲われたが、それを助けた渡つみっぽ聖堂は三叉の矛でもって、大地を打ち、そこから、泉が溢れ出した。 ポセイドンはアミューモーネーと通じ、彼女はナウプリオスを生んだ。音音的には無関係だが、ダナオスの娘の夫が三人、関係のある事項によって水を溢れ出させるという構造は他の神話と一致するものである。アイルランドの伝説においては、ネフタンは秘密の井戸の所有者であり、その井戸は彼と彼の3人の借人のみが使うことができた。もし誰かが近づくと、 井戸の水の中にある炎によって目が焼かれてしまうのである。しかしネフタンの妻であるボアンドは水を井戸から汲み出そうとした。彼女は三回半時計回りに井戸を回り、そして三箇所を切断された。水は溢れ返って海へと流れ出し、ボアンドはそこで溺死してしまった。その流れは今では彼女の名前を取ってボイン川と呼ばれている。ペルシア神話においては、 王権の象徴である炎フワルナフは、アパムナパート神によって、ウォルカシャコに安置されていた。アーリア人のみがフワルナフを入手することができたのだが、ヒッペルシア人のフランダスヤンが3回この湖に飛び込んでフワルナフを得ようとした。フワルナフは逃げ出し、その度に湖の水が溢れて3つの川が流れ出した。インドにこの神話はないが、 アパームなパートという同盟の神格が存在し、これは炎であると同時に水中に住むとされていた。これら初神話を比較すると、ローマのみ人力によって水の流れを制御していることが特徴的である。デュメジルはこの点に注目し、ローマ人はネプトゥーマーリア祭りにおいて自然の川の制御だけではなく人工の水の流れの制御についても祈りを。 捧げていたのではないかと考えた。しかしネフタンやネプトゥーヌスの語源については別の説も提示されている。また、インドヨーロッパ語族という観点とは別に、ネプトゥーヌスは、エトルリア神話の水と井戸の神ネスンスと神格及び名称が類似している。現在神話の残っていないネプトゥーヌスの原神話を再構築するには、多くの難関が存在しているのである。 ありがとうございます。